笑いトリオパーティーちゃんのすがちゃん最高ナンバーワンが小芝風花が主演を務める日本テレビ系ドドラ Q5 フォーム警視庁身元不明人相談室毎週土曜あと9時の第6話今日24日放送にゲスト出演する。ドラマ初出演となりメンズコンセプトカフェの店長を演じる。今作は全国に2万体も存在するどこの誰かもわからない名もなき遺体の身元を特定し家族の元に返す警視庁身元不明人相談室が舞台となる。自ら志願して配属された変わり者三田さくら小芝と性格も趣味もまるで正反対な10歳上の同期月本のこと大島優子が遺体に残されたわずかな手がかりを頼りに謎を解くミステリーヒューマンドラマで完全オリジナルストーリー。身元不明の遺体から始まり秘められた死者の思いを描く。